うわ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 、キリッキしろ。はい、こんばんは。うわ、お好み焼きってまた喧嘩売るんですか。3分早いよ、時間守れや。こんばんは。俺です。料理の鉄人 OS。 おいっす。こんばんは。今日はですね、そう大阪風お好み焼きをちょっと作ろうかなと思います。はい、ちょっとこれ4人前か。関西風お好み焼きと聞いてきました。こんばんは。大阪風ってなんだ。大阪大丈夫か。大阪風です。県の平田入りお好み焼き1人前お願いします。こんばんは。作っていくわけなんですよ、お好み焼きを。広島風作って、広島風とかそういうね。大阪風ってつけないと広島さんが怒るからさ。ちょっと今日はね、大阪風ということでやりたいと思います。はい、ちょっと今日はオレンジページかな。オレンジページのページを使ってやろうかなと思います。大阪風ってつけたら大阪の人が怒るよ。じゃあどうすりゃいいんだ。4人前なので時間前に配信立てましたね。あなた本当に戦艦先生、岸田さんでいいだろ。リトル平田先生、本日もよろしくお願いします。エモーションとブロックリス返して。やっぱ俺リトル平田な。戦艦風にしましょう。まあ、4人前作ってもまあ問題ないんじゃないかな。明日食えばいいだけの話やし。大阪風って広島に対しての当てつけですか。こんばんは、キノコ栽培。違います。こんばんは。当てつけいや、当てつけじゃない、別にね、みんな仲良くしましょうっていうこと。平田さんは元気ですか。平田さん元気ですよ。目に合ってませんか。明日は出社。大丈夫、明日は出社ですけども、お好み焼き戦艦ってありそうで怖い。ちゃんと平田さんもたくさん食うしな。おいちまきってやったの挨拶。こんばんは。なんで、どれぐらい、どうしようかな。宮崎風お好み焼き作ってください。半分にしようか。山芋入れるの。半分にするわ。ちょっと卵4つなんか食えるわけがないから、ちょっと半分にします。分量全部。大阪風と広島風はそれも全然違うよ。そりゃ全然違うから。和風キッチン平田でよじゃ。こんばんは。全然違うよ。広島風は焼きそばが入ってるしな。大阪風は入ってらんし。俺はどっちも好きよ。好み焼きの突っ込んだ大阪風じゃないの。どっちも好き。大阪だけ医療崩壊の入り口に突入したってワイドショーで言ってたけど、気持ちは大丈夫。今日はそうですね、やばいかもな。太陽の塔が真っ赤っかやったわ。広島風。太陽の塔と通天閣が真っ赤っかやったで。岸和田風作って。危険信号やで、ほんま。岸和田風ってあのか。まずキャベツですね。キャベツをちょっと切ります。ほんとでも大阪ほんまに危ないからな。そうそうそう。広島風は焼きそば入ってるよな。配信で武漢ウイルス撒き散らすのですか。え配信出てどういうこと。それ本当にキャベツですか。先生がどこだって危ないよ。なんなん、俺が元な、すべての元凶な。よし、キャベツはもうしっかり芯も使います。キャベツとグリーンボールの違い教えて。全然違う。グリーンボールって何なの。アサイーボールの仲間みたいなやつか。キャベツ2分の1個、2分の1個が4分の1個か。大体4分の1ぐらいかな。4分の1ってどれぐらいやこれ。いや、これ切ったったらよかったのかな。配信前にはね、バームクーヘン食べたかな。食べたかな。そんなでかいやつじゃないから大丈夫ですか。ああ大丈夫ですけど。
1万以上の中和抗体から作成した抗体結晶カプセル手に入れておけよ。4分の1って何パーセントですか？渡部の会見について。 25% じゃん。いや、あの会見見てたんですけどね、さっきまで渡部さんの。なかなか先生の会社はどうなりますか？なかなかかわいそうやったな。うちも今日お好み焼きだった。わら、奇遇やな。誰が明太マヨだよ。やめろやめろ。ほんとね、かわいそうや。ただただ、なんか、もうそれ以上言うことないやみたいなことを。今日は怒ってないの。ね、そう。今日怒ってないよ。怒ってる。めっちゃ怒ってる今日は。キャベツ洗っとくか一応。うん、失敗しようがないね。まあ、な、今日さ、さっきさ、あの、俺は人間の怠慢に怒ってるよ。いやいや、誰なんお前。先生の職場の多目的トイレ使ってるの？その手別は頭に被るの？人間を超越した人間か？配信来たけどなんか微妙にオカマっぽくなってない？え？やっぱり？出てる？ちょっと意識しててん。いやでもさ、なんか今日スーパー行ったんですけど、あの、たまにさ、バーコード読まんときあるやん。レジの人が。そうはよ。ピッピッって、エラーみたいなやつでさ、登録されてないか知らんけど、それ、前の人なってさ、まあ、それぐらいやったら俺も怒れへんよ、別に。その、別にさ、なんかその、ピッピッってやってさ、たまたま読まんかったやなっていうのはわかるけど、まあ結構、バーコードに怒ってるんですか？そう。で、まあ、その店員には怒らなかったんですけど、その客がなんかバチギレして、バーコード読まんことに。初見です。お好み焼きいいですね。いいでしょう。こんばんは。いや、なんかさ、全然読まんのよ、あの、ピッピが。でも、客もさ、だんだん切れてきてさ、おい、あと何分かかんねん、おらみたいな感じでさ、もう、なんか、ヤーさんみたいなの、完全見た目。なんか、完全にヤクザみたいな、なんか、ルイ・ヴィトンのアクセサリーめっちゃつけてるみたいな、なんでそんなやつがタマデに来てんかわからんけど、めちゃバチ切れしててさ、あと何分かかんねんって言って、あと2分くらいかかりますって言ってさ、店員もなんか外国人やからさ、全然ちょっとな、相手が何言ってるか分からへんからさ、そう。で、ダッシュでさ、商品置いてるとこに走っていってさ、その店員さんが。で、その、じゃあ俺じゃない、その客がね、そのバチ切れ、遅いなみたいな。玉でで買い物したんですか？そう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 、玉でいつも使うんですけどね、玉で。で、急になんかタイムウォッチみたいなの出して、あと2分あと2分以内で券があったらどうなるか分かってるなみたいな感じになって、やばい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 ってなって、俺目の前で俺どんな顔したらいいか分からなくてさ、で難しいです玉で。で、店員さんもバーって走り寄ってさ、やばかったな、その時もう緊迫したよね、2分の玄関先生やからですね。そう、俺も探しに行こうかなと思ったもん、あの、ね、バーコード。始まって10分経つんですが、何できましたかね。何もできてない。なんでタイムウォッチ持ってるねん。わら。ビビった。携帯のタイムウォッチ。わら。そう。マジで焦ってさ、うわ、やばいな、こいつ怒らせたらマジでやばいやつやんと思って。で、なんとかさ、店員さんもさ、1分30秒ぐらいでさ、持ってきてくれてさ、あ、超えると思う、多分。そう。ああ、お前に危なかったと思ってさ。で、何が読まんかったんやろうなって、なんか、海苔の佃煮やってさ。なんで、海苔の佃煮お前そんな買いたかったんかと思って。諦めろよと思ったけどね。たまにね、そう。ちょっとちびってたよ、俺。こんばんは。正直、ちょっとちびってたかもしれん。っていう話があってね。マジで怖かったな。ご飯ですよ。謝罪会見お疲れ。もう次配信ですか？読み取りリーダーに汚れがついていた。バーコードに汚れがついていた。え、うん、お前千切りするんじゃないの？大阪の日常。え、なんかざく切りにしてやろうか。なんかキャベツって千切りじゃない方がいいんですよ。すごい雑な切り方。わらわら。ちょっとあのね、今話してて何も考えずに切ってしまった。じゃ俺千切りのねやつ嫌いなんですよ。千切りのやつ嫌いなんですよ。
キャベツでかくない？そう、キャベツちょっとでかいけど、ちょっとこれでやるわ、ごめん。遊んでるの？遊んでないよ。もうキャベツ手遅れだし、ホットケーキにしとかない？なんで？ちょっと待って、これ全然これ入らんじゃん、これもしかして。大阪風ってキャベツ感すごいの？キャベツ感、そうね、千切りでやる。これなん？久しぶりだな。あ、フープロ使うのか。あんまり細かくしすぎると全然回ってないわ。ちょっと一回戻すわ。ちょっと待ってな。お、何した今。今日は母国のチヂミですか？こんばんは。こんばんは。チヂミじゃない。ごめん、ちょっと何したかったわからんかった。ごめん、ちょっと俺疲れてるんだ今日。夜は洗い物増やす必要ありますか？ないね。夜8時まで残業してたもんで。ここたくさんありますよ。いつも通りだから安心して。こんばんは。ちゃんと顔面自粛してます？顔面自粛ってどういうこと？キャベツ消化してるのか？いつもの気候だから気にしてないぞ。こんばんは。いきなりとんでもない光景見せてきますね。音声早くも瞑想ですか？やばい。今日なんかもしかしたらミックスお好み焼き作ろうと思ってるのに、これ時間全然足りへんじゃんこれ。やばいかもしれない。遊ぶのは良くないです先生。文書すらまともに使えなくなっちまったのか。時間ないよ。大阪外出禁止令ま？らしいね。なんか外出禁止要請だよ。お好み焼きは主食ですか？おかずですか？おかずでもあり主食。主食ではないな。おかずかな。どっちかというと。お好み焼きくらい30分くらいで作ってくれよ。ファストフードだろ。お好み焼き30分。お好み焼きファストフードか？お好み焼きってファストフードなのか？転換君君さんアルバイトの川野はいくらでもいるんだよ。早くしてね。キャベツを切るバイト。めっちゃスローリーやろ。お好み焼きでご飯食べる？ちなみにそれ何人ですかね。ストーリーフード。スローリーフード。大阪人はお好み焼きをおかずに白米食べてるんですか？全然食うよ。これはね、乱切り。まな板の上パンパンで収集つかなくなってるやん。やばいな、これ。ちょっとごめんな、俺今日ちょっと。お前らまな板の大きさ考えろや。疲れて。危な。危ない危ない。キャベツ散らかすな。でも深刻なメモリー不足。だいぶ切れてるから大丈夫これ。床にめちゃめちゃ落ちとるで。やっぱ料理って楽しむもんやでな。疲れてるの言い訳にするのやめろや。疲れてなくてもこんなんだろ。夢を薄切りにするやつやって。もうジョジョエンサラダ作ろうか。ジョジョエンサラダうまいな。ジョジョエン行ったことないけど。乱切りどころじゃなくなってます先生。大阪の人ソースとマヨだけで白米食べれそうですね。それは平子もいただけか。そうだね、だいたいいけるよ。焦がしたソースとマヨネーズさえあれば俺はいけるで。三角コーナーさんは床に落ちてるのは食べないから先生が食べて。はい。ドレッシングがうまいよ。そう、ジョジョエン行ったことないんだよな。ジョジョエン行きたいな。アベノハルカスにあるらしいけど、ちょっと一人で行こうかな。こぼれてますけど。はい、オッケー。オッケーです。ちょっとごめん。なんでこんな汚いの。切りすぎた。汚くない別に。ただちょっと量が多いだけ。ちょっと待って、これなんか、え、やば、え、ハルカス登るのにお金かかりますよ。いや、でもあれ16回ぐらいまでやったら大丈夫よね。お金かかれ。ちょっと待って、え、やば、ちょっと、これ、こんな量のお好み焼き見たことないけど。やばい、ちょっと、しくってるかもしれない。レシピには 8mm。まあでもキャベツ多めの方がな。書いてありますよ。これ粉も混ざるのに型がやばいですよ先生。そうだな。ちょっと見ても一人前のようじゃないですね。そうだね。よくよく考えたらキャベツ8枚ぐらい使ってたもんな。ビッグお好み焼き楽しみです。ビゲスト。え？作る。作るしかねえな。もう後には引けねえんだこっちは。
俺何回作っても下手だな、お好み焼き。キャベツ全部使うの？5人前はあるな。それは何枚分？これね、いや、3枚ぐらいじゃないかな。大量はもうねえんだ。よいしょよいしょ。これこそ何日かに分けて食べたらいいんじゃないの？そうやね、冷凍しとくわ。なんでその容器したの？いっぱい作っといたらいいんじゃない？一人前は食べるわけじゃん。え、そんな大食い VTuber みたいな、 YouTuber みたいな。はい、一人前も食べないでしょ。一人前は頑張ってくるわ。洗い物増やしただけやったわ、完全に。でかめだ、やばいもするわ。なんでそんなコロナのゴンゲとかやめてよ。そうだよね、冷凍って偉大だよな。そうで、そうです。ちょっと剥いていく。いや俺の分だ。山芋あったらふわふわなるからな、ふわふわなるからな。山芋洗ってないな。もういいや、皮むくし。普通は洗いますけどね、ちょっと普通じゃないんで。先生のすねみたいですね。そういうの今の状態めちゃめちゃ似てるな。ふわふわになったらカロリーレイだもんな。先生のふわふわになったらカロリーレイ。大阪ですね、大阪出身、大阪育ち。本当は先に生地作って生地を馴染ませる間にキャベツ刻めばいいんだけどね。え、そうなの？知らんかった。ね、100g なんですけど、あ、奇遇ですね。やっぱりね、あ、山芋を入れた方がうまい。これはね、全員が知ってることやから。悪そうな奴ら大体友達。まあ、岸和田出身ですけど。山芋です。今俺山芋の話出たろ、ずっと。私は寝屋川。寝屋川。そうそう。大阪出身っていうことは言ってもいいけど、岸和田出身はあんま言いたくないんだよな。マジで？え？そう。手が汚い。どうしよう。どうしようかしら。山芋。あ、なんか出てる？あ、溢れてるのか。溢れていただと。溢れているだと。エッチだね。わら、とぴゅ、わら、先生出すのやめて。ちょっと、下ネタ禁止です。やっぱ料理を楽しむっていうことを俺最近忘れてたからさ。ちょっとこれから料理楽しむわ。これが俗に言うところてんですか。ところてんはもっとやめよう。やめようではないか。全然これなんか分け切って何？分け切って。分け切ってなんだ。お前が料理を楽しんでたか。いつもパニッククッキングだったろうが。分け切ってなんだ。先生こんばんは。料理うまくなったらもっと楽しくなりますけど。そ、お、そうだな。あ、そうや。ちょっと待って。今コメント無視しましたね。これ使うわ。これ。わけりわけネギだよ。お好み焼き粉。結局こういうのに頼った方がいいんだよ。はい、レシピ無視。ちょっと待ってな。全然これあれじゃん。レトルトって手抜きですよね。広島風がいいな。レトルトじゃないよ。あれ、ちょっと待って、あ、ちょっと。100g。でも今日ちょっともうレシピから逸脱してるからもう。広島風お好み焼き粉ですか？これはね、特に書いてないな。
それ使うんだったら配信でやる意味あるの？これはね、使うんだったら配信でやる意味あるの？昭和。いかやく。え？いや別に。いつもですよ。今日はじゃなくていつもレシピ逸脱してますよね。まあそうか。ちょっとこれやめとくわ。確かに。それチャックついてないけど安いやつやん。安いやつやね。ちょっと小麦粉は2日前のやつ使おうかな。大丈夫やろ。2日前やから。粉全部使おう。100かな。100グラム。なんかこれもなんかよくわからんな。あ、ちょっと待って、これ、あ、しまった、これ4人前のやつやん。100。もうええわ。ちょっと。もうええ。もういい。もうええんじゃん。もういいや、もう4人前作ることにした。もちろん。今夜も大食いですね。そうですね。最初から4人前作るって言ってたよな。意図せず。意図せず。泣かないで。キャベツは千切りの方が美味しくない？いや、俺の実家は、ね、こんなんでしたよ。作らないんですか？こんなんがパラパラなやつ。広島風。されたから明日はマック食べちゃおうと思います。え、もっといいもん食えよ。ちゃんと通してくれよ。はい。出汁、パックで出しとるわ。リスナープレゼントありますか？これどうやったら出汁出んねん。これでいいかな。ざく切りじゃないと大阪風は食べない。そうざく切りなんだよな。そうそう、千切りはもうだ邪道だから。だし汁はこれぐらい出しといて、これいいんかな。これで生地を作る。ボウルに甘いも入れ、だし汁と塩を入れる。キノコどうなった？泡立て器で軽く混ぜ、万能粉式で薄力粉をふるいて、ふるい入れ、さらにまんべんなく混ぜる。じゃないけど、うちはここまで不揃いじゃなかったな。そうだな。ちょっと、しまった、これもういいや、もう粉。ちょっと。これダマになるかな。ダマになるか。なるか。なるよな。なるよな。ちょっとなんか全てがうまくいってない今日。なんで？今日だけかな？今日だけみたいな言い方すんなよ。今日だけ。リスナーのコメントのせいってこと？お好み焼きに30分もかかるか？いやもう何も始まってないんだよまだ。すまん。え、どうしよう。どうしよう。キャベツ。うわ。キャベツ。俺たちの戦いはこれからだ。一回キャベツ移動させるわ。で、ちょっと、なんかグダグダやな。やった、完成だ。この潜水みたいなのは何？ダマになっても後で一人分だけを全部混ぜて焼くならそこでダマ崩せば大丈夫。あ、そっかそっか。仕事もそんな感じなの？いや、そういうわけじゃないんですけどね。よし。で、まず、山芋とだしを入れようって書いてたな。山芋でトゥルンと。カメラ直して。はい、すいません。本当に今日は疲れてる感じがしますね。トゥルンと出すと。いやもう疲れたというか、なんかもうさっきの。そうです、だから一人で仕事してます。ヤクザとの卵入れるよ。先生めっちゃ出すやん。トゥルンと。こんばんは。こんばんは。だし汁と塩を加える。だし汁出したて。2分走らされたのはお前だったのか。え、どういうこと？だし、おいっす。
だし汁と今日のタイトルは広島焼きとお好み焼きを別にするためにつけたの。そう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 。塩少々。1ヶ月おなきにしてもそんなにでねえよ、すげえなおめえ。ところでそのフライパン、グレープ作るやつじゃないですか。そうですよ。お好み焼きでもいいって書いてたような気がするから。岸和田風ですか。岸和田風というかまあ大阪風ですね。お好み焼き粉じゃないんだ、すごいね。そう、今日はもう全部やるわ、手作りで。ホットプレートないの。ホットプレートないねん。いや、一人暮らしでホットプレートってね、使わんからさ、マジで。いや、まあ、あったら使わんかもしれんけど。岸和田を固くなに大阪に入れようとするやつ。いや、大阪やろ。あ、クレープな。また作りたいな。お前お好み焼きで1時間かかったら発車をされるぞ。誰によ。シーフードミックスを入れたいと思います。たこ焼きとホットプレート一緒になったやつないの。あー、あるね。あれ買ってもいいな。ちょっと目を離してるうちに何してたんですか。そのボールの中の白いのはどこから出したやつなんですか。どこからとか山芋ですよ。玄関さんこんばんは。大阪のお好み焼きとかどっかの田舎の広島風みたいなタイトルやめて。おい、それを言わんとしてんのに俺。お尻からこれちゃんと変えてるんか。アサリ、イカ、アサリ、イカ、イカ、アサリ、エビ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 、アサリ、エビ、エビ、イカ、アサリ、全部豚肉じゃないの。全部入れ、全部使うか。いや、毎回こうだよ。なんかちょっとお好み焼き風の何かを作ってるんでしょ。ダメだな。全部なの。全部いてや。4人前でしょ。そうですね。ちょっとチンします、これね。キムチも入れましょう。これマジで今日ちょっと時間めっちゃかかるかもしれんわ。何分やってるのかな。大体でいいか。チーズもちコーンもお願いします。もんじゃにする気か。1分30秒。まあどうせ最後あれやからな。今日で全体ない方いい加減やめろよ。もちチーズ欲しい。今日はくて間違ってたらみたいに言うないつもだろうが。お好み焼きにチーズ入れる方いるよね。関西の金玉おじゃです。先生こんばんは。こんばんは。関西の金玉ってなんの。換気扇回した。これ清掃なん。え、換気扇回してないな。白米炊いた。ちょっとご飯炊いた。いや、もう今日ご飯無理やわ。ちょっとさすがに4枚焼くんで。大阪は外出自粛みたいだから仕事休んで配信しようね。そうやな、だ自粛、まあそうだね。なんか出てたな。ちょっとこれ振ります。キノコの人こんばんは。こんばんは。チーズじゃどうってこと。じゃあ、なんかお好み焼きはおかずでしょ。お好み焼きにさ、チーズっておかしくない。もしかして地元魂売った。真冬の登山キャンプ配信やってください。米と水を押すだけやん。何が無理なん。じゃあ、食われへんっていう意味でね。家で作る炊き込み狂ったことないわ。じゃあ俺もないわ。ないなんて大阪風なのれませんよ。4枚焼いても今日4枚食わないでしょ。初めてです。まあそうなんやけどね。前のベータカピカピになって残っとんねん。いや、それもあるけど。塩水で解凍した方が良いぞ。あ、そう。レンチン危ないよな。なんか俺ね、レンチンでね、めちゃめちゃエビちっちゃくなった記憶あんねんな。なんかやらかしたか俺。水滴あげとるで。レンチンすると縮むよ。縮むよな。なんか流水解凍とかの方がいいんかな。こぼれてますよ。え、大丈夫。今日は大丈夫。たまにハジャンボに血液飲ましてあげて。え、そんな鬼みたいな。やめてよ。先生のあそこみたいに縮みますよ。あ。あ。なんだと。こんばんは。今夜は怒りながら料理しないんですか。今日は怒ってますよ。普通に切れてる。お好み焼き程度で震えにかけなくてもいいだろ。普通に切れてる。そうやな。でもやってって書いてるからさ。切れてるんですか。なんで切れてるの。いや、その店員さんにさ、おいしいのにができそうですね。期待してます。リスナーは先生の返答に毎回切れてますが。いや、その点については本当に申し訳ないと思ってる。うまい、わら。そう。
どうせレシピ無視するのに振る意味ある？戦艦先生こんばんは、いつも煽りコメントばかりでごめんね。いや、じゃあやめてよ。なんで煽るんだよ。よいしょ。それは食べ会見の真似ですか？はよしろやこら。わ、食べ会見関係ない。使ってるんだから粉振る一回よ。お好み焼きだからもうそろそろ完成ですかね。なんかすごい山芋が多すぎたかもしれへん、これ普通に。この配信礼儀正しい人多いね。申し訳ないという割に一向に改善が見られませんか。全然汁が汁すごっ。使ってこクリームみたい。見なかった見なかった見なかった、何もなかったお前は。ダブル、あ、めっちゃネバネバ。ダブル、全然溶けてないじゃん、スーブしてる。お目稼ぎうまいですね。すいません、わざとじゃないです。4年間何してたんだ、言ってみろ。4年間、え、料理もどきしてた。なんで塩水で解凍してないの、塩入れろ。塩水解凍します。あっとんかこれ、なくなったぞ塩が。塩水解凍しろや。おい戦艦いい加減この呪いといてくれねえか。クソコメできなくてつれえわ。の一、先生今日ひどいかね。の一、の一。その火を使うのやめろよ。あれでも中身めっちゃ安いやつやで。ぬめぬめ。よし。よし、これで。こいつはこのままにしとこう。こいつはこのままにしとこう。そうだな。名付け親やからな。ちょっとこれまあやりつつ、こっちに入れるんだよな、何かしらを。もう全部入れちゃっていいんかな、書いてることを。ずっと色つけといてあげたいね。安いとか知らねえよ、アラジオ買ってこいよ。仮にも4年も料理やってんだろ。これで入れ忘れるやつですね。一生その楽園背負って生きてけ。リスナーリーダーいるじゃん。キャベツいいのかな。わけぎ、そんなかかる。揚げ玉、紅生姜、卵、イカ、むきエビ、はいはい。いや、ここもキャベツ入れちゃっていいのか。はい。全部入れていいよ。いや、キャベツ、いや、多すぎやろ、これ。どうすんの、これ。普通これぐらいでな。普通は、これぐらいが適正なんですよ、きっと。ちょっと多すぎるな。ちょ、キャベツ。何玉分？解凍はだいぶかかるイメージ。どうして毎回全部なの？いや、もうそういうそういう星のもとに。先生の普通って今まで正しかったことありますかね。どっかのしょぼいお好みみたいに生地を薄く先に焼かないんですか。笑わない。ああ、やめろやめろ。広島風ディスんだよ。お好み焼きとかヘルシーですね。体にして食べよう。で、卵ね、4つ入れるらしいわ。マジかよ。卵いっぱい。先生大阪に住んでててお好み焼きレシピ見ながらとか作るとか恥ずかしくないの。いや、別に堂々としてるけど。4個は多すぎない。4個は多すぎる。戦艦先生は最低の人ですね。なんで卵も全部入れろ。キャベツの前に卵入れないのか。キャベツの前に卵入れないのか。おお、そうだな。入れないといけないな。広島風もダン焼きの話はやめて差し上げろ。ちまきのおすすめドレッシングを教えてください。レシピやっても読んでない。いや、俺ドレッシングね、つけないんですよね。なんか野菜ってドレッシングいる。なんか せっかくヘルシーやのにさ、ドレッシングかけることによってさ、カロリー増すやん。だからなんかダイエットしてるさ、なんか間違ったダイエット方法してるやつとかさ、まあアホやなと思う。嘘嘘です。別にドレッシングかけてもいいと思うでしょ。うわ、全然違う色が。広島焼きキャベツの味しかしなくて美味しくない。全然色が違う。水か油に溶けやすいから。野菜だけとか動物かよ。塩分後みたいに取ってるやつが何か言ってるぞ。一体何が始まるんですわ。お、大阪焼き作ってるやん。わら、うわ、薄いの怖い。だって賞味期限切れとるからな、この薄い方は。今しゃこんばんは。こんばんは。27って堂々と書いてるわ。黄色いのはたんだね。ちゃうとこれ賞味期限切れ草。古いやつと新しいやつを使ってる。もう全部入れろよ。まあ大丈夫やろこれ。卵をずっと焼いたらいけるやろ。あ、危ない。1週間はやばいですよ。卵は賞味期限大丈夫でしょ。27って割と過ぎてて笑う。笑あ。賞味だから大丈夫よ。消費じゃねえから。消費だったら終わるけど。平成27年ですか。そんなに卵。平成27ではない。
27日ね。もうちょっと入れていけるな、これ。加熱するならまあ。まあな、まあまあ、まあ、言うて大丈夫よ。勝利ならいいって言うけど、戦艦は消費を通り越すじゃん。終わりだよ、お前。何枚できるかな。そんくらいなら卵2個で良さそう。ちょっと4つ入れてるけどね。先生混ぜすぎですよ。あ、さっくりと混ぜるって書いてたな。卵焼きかなんか。さっくりって書いてたっけ。あと揚げ玉とキャベツもっと入れて。揚げ玉だ。何個入れるんだよ。わら、粉 100g に対して卵1個だぞ。おい、キャベツ、キャベツ少ない。まあ食べるのは非常に黒だし大丈夫やろな。配信者のプライベートなら多少は過ぎててもだけど、おめえより配信者自覚しろ。わら、キャベツ。いや、食うの俺だから。わってなりますね。食うの俺だから、こういう時だけ使うという。こんばんは。揚げ玉いけ。ダブル、え、入れすぎ。揚げ玉が水分薄いんだよな。揚げ玉は焼く直前に入れろよ。入れすぎちゃう。べちゃべちゃ。どんだけ揚げ玉の割合。揚げ玉だけ食った。これふわふわになるんか。ちゃんと揚げ玉ボンバーって言って。揚げ玉ボンバーサクサク。わら、揚げ玉ボンバー。明らかに卵多いだろそれ。さすが大阪風だ。もっとしっかり。え、こんなもんかな。すごいのができそう。わらわら、レシピ通りだから問題ない。で、これイカとかエビとかを全部入れてあげよう。なんで叩きつけたの。いや、叩きつけたんじゃない、勢いよく入れた。生地だらけじゃねえか。大阪ってすげえな。粉のままとか死ぬぞ。ふっくらしなさそう。わら、これが大阪風のサジェストに出るとか。風評被害では、また大阪が風評被害受ける。お、本場のお好み焼きですか。キャベツ分量だけ。ホットケーキかな。戦艦オリジナルだぞ。がっつり水入ってたけど、キャベツも入れてまえや。大阪焼き屋で、わら。ちょっと待って。イカまだ凍ってない？ちょっと凍ってる。けども、しゃん。紅生姜がね、ないんで、紅生姜僕あんま入れるの好きじゃないんですよ。こんなもんかな。ちょっとネギ入れてもいいけど、うん、まあ、いっか。口に入れた瞬間、シャリシャリいうやつ。お好み焼き失敗する人初めて見た。いや、まだ失敗してないやん。少なすぎ。未来予知すなよ。赤色は何入れるの。こんなべちゃべちゃの生地はしません。まだね、これからね。なんか分けたらよかったな。なんか、よいしょ。圧倒的固形物不足。え、固形物不足かな。もうちょっと入れるか。てか、もうキャベツ全部入れていいんじゃん、これ。キャベツもっと入れていいぞ。じゃあ全部入れるわ。天かすふにゃふにゃになっちゃうよ、早く焼かないと。いや、天かすはふにゃってんねん、もうこいつら。ちょうどいいぞ、全部入れていいぞ。天かすはね、もうね、諦めてんねん。カリカリはもう諦めてんねん、こっちは。キャベツ先に切っておいておくと水分飛んでよかったんですけどね。お好み焼きの店とか行ったことないの。お前少なからず。ないな、あんまり。風月しか行ったことない。風月ね。相変わらず一人前で作らないんですね。なんか失敗したな、今日。天かすの意味とは。何人前だよそれ。独身を忘れた男性のようやめろ。風俗、風俗、風俗、わら、いつも失敗だろ。風俗ね。風月ね。風俗ね、4枚くらい焼けそうだな。風俗って言いかけたな。風月ね。いや、何でしたっけ、あの。まるでいつも失敗してないみたいですね。鶴橋風月ね。ひだぶる一人でお好み焼きパーティー、わら。いや、怒っちゃ。よし。えんちゃう？いつも使う言葉が出ちゃうね。ええと思うで、これで。漢字で風俗って書こうとした奴らがいっぱい消えている。なるほどね。規制食らってんのね。やくべ、風月ならほぼ記事入れないんだけどね。2枚同時。あ、そうな。こんな感じやったわ、確か。な。なんか。普段猫かぶってるんですね。パンパンやな。パンパンや。よいしょ。オッケー。豚バラ敷いて。ちょっと出し入れるか。ちょっとだけな。ちょっと色が悪いな。桜エビ入れよう。クソフィルターだよ。桜エビな。おい、ちょっと出汁がね、弱いと思うねんな、これ。ちょっと出汁きます。まだべちゃべちゃにすんの？まだ出汁入れるの？桜エビいいね。桜エビねえな。高菜やったらあるけど。
何で入れたんやろ。これで入れるか。ごま油入れろ、わら。で、豚を敷いて。水入れたなら混ぜろよ。約束された失敗。わら。カニ出し使えばいい。ワイン入れて赤み出して。キュウリ入れよ。リカバリーしたのになんで水分足したんだ。桜エビ不要で熱が高いからな。そうなん。アフリカどうだ。赤色が欲しいって魚入れるの。それが大阪風ですか。エロの塊じゃん。やめろ。よし。ちょっと待って、ね、なんで尾道え怖い怖い笑。よしじゃあ豚を焼いていくんですけど、豚バラでええかな。大阪駅風の駅ってこと。よいしょ。この比率高くね。そうかな。乗せる方が楽だよ。これフライパンに入りきる。中華鍋使う。ちょっとレシピ見よう。あ、サラダ油引いて種流して、あー豚バラを上に乗せるタイプでいくわ。うん、で豚バラ切ってなかったから切ろうかな。まあでも切らんでええか。豚バラもなんか出たとこ勝負みたいなとこあるもんな、豚バラって。広島焼きが覇権なんてどこの世界なん。全世界に謝れ。なんかやったん俺。え渡部みたいに俺怒られてるやん。豚バラ多すぎだろ。お好み焼きはぺちゃんこの方が良い。豚バラちょっと大きくない。そうだよね、ちょっとでかいよね。大阪もこちゃ非常事態宣言だわ。謝罪会見しよ。豚バラの戦艦の前に出た時点で負けとかかわいそうだよ。油を敷いて。ヘラあるの。ヘラあるよ。ヘラあるけどな。謝ってよ。ちまきの腹出てない。出てないよ。ガリガリやから。ここでいっか。豚バラも泣いてます。あれ？ヘラどこ行ったんやろ？豚バラかわいそう。ヘラ。あったわ。ヘラじゃなくてフライ返しやん。これこれこれだ。あ、これコテか。ヘラってなんだ。誰の豚バラ？結局ソロキャン今年はもう行かないの？返すの失敗しそう。ちょっと今年は難しいかもな。変わった形のフライパンね。コロナがね。こっちだったわ。すまん。まだ日本語難しい。じゃ日本語まだってどういうことよ。28年間生きてるけど。だから浜寺選手は一部解禁されてるって。いやまあね、浜寺公園ね、行ってもいいんやけどな。怖いねんな、あこ。マジで。今からクレープ作ります。じゃんなら大丈夫じゃん。不老者ごっこだろ。不老者ごっこというか、やっぱり。やばいよ、それ。ダースケ。ダースケじゃん。いやゆるキャン2期やるからね、今年は。ええ、見せてやるよ。ソースはどこの会社のソース。もちろんオタフクソースですけどね。やっぱオタフクが一番うまい。ごめん、ちょっと後で後悔したくない。そうだな、キャンプっていつやるもんなんだろう。俺みたいなシティボーイには向いてないかもな。あるオッケー。あらい。会社の後輩から慕われているちまきさん、こんばんは。こんばんは。辛いのが好きだから七味唐辛子生地に入れてご飯炊いた。ご飯炊いてないよ今日は。この天気は台風雨だった日にあるんやで。カメゴロウじゃん。あーやっぱ ふわふわやわな。肉って先に焼いたみせんかったっけ。でっかいね。何人前あるんこれ。ちょっと待って、めっちゃ多いぞこれ。やばい。
ビビるほどある、これ。兄ちゃん食べ物で遊んだらダメだよ。これ絶対返せないよね。残すな、これ肉が先だよな。ダブル、意外とベチャッとしないね。ヤバイものおかげか。そう、ヤバイものおかげ。これヤバいぞ、これ4人前ぐらいあるな。わら、卵4個で気づけ。わら、これ乗せる皿あるんですかね。厚みがなさすぎる。押さえて薄くするな。これ隣の部屋の人呼びましょう。これでハンバーグに。これやばいな。ちょっと待たなくても多いのわかるんだよな。なんか色悪くね。とりあえず5段目出せ。卵4個も入れたの。わら、なんか顔悪くね。焼いて冷凍しとけ。豚バラ後乗せ。わら、なんで上に置く。わら、じゃあどうせひっくり返すからさ。あと寄せ、肉買いに行こうぜ。へ、何その豚の並べ方。さすが大阪風だわ、安っぽいに使ってる。わら、ちょっとこれが大阪風の乗せ方です。何が起きてるんだ。いや、豚は上に乗せるだろ。エアプ黙ってろ。どうせなら食べる直前に乗せるべ。豚肉切っておくべきだっただろ。何してんだよ。上に乗ってんのは普通だけど乗せ方がやばい。そうだね、肉って普通下じゃなかった。出して真空状態にしましょう。豚さんなくない、鉄道すぎる。人参にお裾分けしよう。これが大阪風玉で焼くか。最初は上かな。どれぐらい焼いたんやろ。いつもこの乗せ方だが、戦艦エアプロランか。クロートリスが切れた。わら、ちょっと豚味見した。お前らこれもらったとして食べる。ちょっと待て、まだ早すぎるよね。出しませんか。ちょっと蓋した方がいいんだよね、本当は。どうせ裏向けて焼くし。そう、筒が見えてきたら中だが。そうやな、ちょっと待て。あと回覧か。返すの早すぎ。全然生やな。真空にしろ。そう、中まで火通らんことはあるからね。そう、それが嫌やんな。なんかうちの実家でやってた時よくね、生やった、半生やったんや。火だけは通せ。そのヘラ小さいんじゃない。今のうちに肉切っとけよ。ひっくり返せんやろな。余分、わらわら、今のうちにお肉切りませんかね。そうですね、いい案だ。でも肉切った方がいいんかな。真空死んじゃおじゃ。こんばんは。ひっくり返せなかったら蓋ごと。老後の B にも性はダメって言われただろ。良いコメントですね。色つけましょう。今度の火を消せば時間止まるし。もしかしなくてもちまきくんの家庭って料理下手なの。え、2枚目も焼くの。そうかもな、下手やから。ひっくり返した後蓋して真空にしよう。ひっくり返し歴何年ですか。鉄板の上でヘラで肉切るんだが。あ、そういうこと。ガガガッつって。そりゃ親父も見せつぶすわ。そうやな、親父2回潰してるからな。もういいや。今日前焼くって言ってなかったっけ。下流のハサミ。え、全わら、肉が足らんかもしれん。ちょっと焦げてるか。ちょっと焦げてるわ。ハサミ、わら、そのハサミ最近抜き洗いましたかね。ダブル、韓国流、まだ早くね。いや、ちょっとやばい。直接かける。大阪民の返しにしてくださいよ。おいおい、ハサミは戦艦流だが。ちょっとやばいわ。いけ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 。ダブル、いけー。フライ返しないのか。ハサミ、日本人、黒いの見えてます。外は黒焦げ、中は反省。本場の返しだ。いってひっくり返すんなら。あ、ちょっとこれやばいな、ゆるいわ。何もたもたしてんねん。絶対失敗する。いや、これ絶対失敗しそう。ダブル、ちょっとゆる、ちょっと、こんなゆるいことある。皿用意しなよ。ダブル、自称プロの返し。いけるわよ、いけ。皿使え。アホちゃうか。これは半やつ。わら、フライパン煽れよ。だから薄い言ったろ。これはにゅー。わら、フライパン食って返すか。でかすぎんて。わら、ゆるいな。小さすぎて不安定。わら、さっさと返せよ。成功したことないのに失敗するはおかしいだろ。フライパン片手で振れ。右手でこてせ。頑張れ頑張れし。まし、もう呼べたな。よし。うのぐのワン。まだ早い。先生のお尻のあなたどっちがにゅーですか。最後に出した水分が振り締めたな。またまた大阪谷ならいけるっすよ。うめー。ダブル、よっしゃ。これこれ。わら、お、真っ黒。いけたー。うわ、うま。わら、ダブル。卵焼き、で、わら、ヘイス、ダブル、これはプロ、ちょっと焼きすぎましたね。ちょっと焼きすぎやね。わら、割とうまいやん。わら、うまそう。わら、左手は食えるだけ。これすぎ。わら、思ったよりかうまくいったじゃん。いいだけ。わら、うまいやん。わら、888、卵の焦げ、81よ、きまし。これクレープのやつ、おうまだうまい。わら、ちょっと、いるいな。適切触りな。わら、ちょっと粉足しとくわ。焼き色はこんなもんだが、いや、ちょうどよ。粉が足らんかも。こんなもんだべ。少し温度下げたらよい。生焼けになりそうな。クレープ焼くやつ、プロすぎお好み焼き選手権のうち、この鉄板に座らいました。まだ、あ、ソースかけたらごまかせる。なんで成功してるんだよ。不満ねえだろ。ペタ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 。正解。こんなん失敗するやつおらんやろ。そうよ、わらわら。今から粉かすの。これ上手いのか。気が強いのでは。そしたらさすがてやから。やっと生焼けっていうのは不思議だったんやな。粉。粉どこ行った。ミリフィーユお好み焼きっていうか。出てこ。出てこいや。この一枚すら切れないでしょ。急に生きる男。何枚空気だよ。明日のお弁当に持っていけるね。
じゃあ、ゆるすぎるから、ちょっと粉足すわ。どうでもいいけど、これ食えるんか？わら。どうでもいいことなのか？完成せず食べる前にいろいろ足したりするのが本当にやばい。粉でてこいやー、増えるだけやん。しまっちんが白い粉探してる。新品開封。何のために最初振るったんだ？わらわら、三角コーナー誕生の時点ですね。1枚でお腹いっぱいやろ。おい粉、お弁当にお好み焼き持ってくるやつおる？粉足すやつは初めて見たわ。量多すぎだろ。わら、わら、素材の味を楽しむには焼かずにそのまま行ってみるか。次は卵追加するの？絶対食わないのに足すんか。これが大阪風です。わざとやってんの？いいんじゃないかな。いや、じゃあ、明日はテレワークなの？どんだけお好み焼き食うし。全然中まで火入ってないな。薄いし。あと火がちょっと強いか。ちょうどいい大きさの蓋ないの。それそんな人おるの？そもそもちょっと穴開けて中の様子見ろよ。大阪ではお弁当にお好み焼きとかの人ねえの？もう皿に乗せるだけちゃうか。あの粉って末端価格いくら？やばい粉じゃねえわ。薄いのは先生が伸ばしたからや。こんな作り方するから広島風にバカにされるんだよ。これついてけんかったら大丈夫かな。粉が、液が。これ重ねてミルクレープにします。もっとクレープみたいに薄くしなよ。穴だらけにするな。広島焼きに怒ってます。イケてる。ところでなんでそんなサイズで作ろうとしたんですか？わらわら、いいんじゃない？押すなアホか。オッケー。一応両面に開いてるし大丈夫やろ。多分火は入った。中パッサパサになりそう。わら、なんで潰してるの？大阪は用事で穴開けるの？いや料理も何やってもいじり用事で火が通ってるか確認したんですよ。ちょっと待って、これめっちゃ床平で押し付けるんじゃなくて、平で空気穴開けるのが正解。あ、ちょっとやばい。これギリギリ食べられそう。ダブル、お好み焼きを押し潰して真空にしてます。ダブル、うわ、ダブル、崩壊する。あー、ボロボロ。まあこんなんで大阪風とか言われた切れそうなんやけど。ゆるゆる、え、スライド、わら、うわ、何かちぎれてましたよ。え、無理にヘラ使わんでええやろ。ズタボロ、わら、薄い、わら、薄すぎだろ。それ半分に折ってもいいんじゃね。これが大阪のお好み焼きです。肉が見えないじゃん。生地が余ってますよ。これが本場のお好み焼きですよ。グッズから焼けよ。そうだな、おじさんならな。それお好み焼き用のフライパンなの。大阪を持ち上げるんじゃなくて下げる。しまった、また広島の人やば。冷凍のお好み焼きを置いて残したように見える。3枚いけるな。クレープ作りますか。味見してから焼け。薄くないと火が通らんとかお好み焼きちゃう。これお肉足りないよね。もっと生地持って弱火で焼け。油ささんの火が止まってるんだけど、店でも鉄板持ち上げてさらに移すの？どうせその1枚食べたら配信終わりだし、もう作らんでもよくね。火が笑多くね。ちょ、冷凍しとくわ。君バカなの？半分に折って肉挟んだら美味しいですよ。クレープ用です。今度厚くしてみたら、お好み焼きたわ。そうやな、ちょっと厚めに。出てないので粉臭いです。多くね、油増し増しで、生地もっと足せ。話聞いてます？薄く伸ばすなと言ってる。意図的に大阪のネガキャンしてない。薄く伸ばしたらあかんの？しない方がいいんじゃ。すぐ火を止める。マジ？投げよう。空気抜いたらダメだよ。火力マックス。あ、そうか、空気抜いたらあかんか。ちょっとか、いや、弱火で。繰り返せねえわ。薄く伸ばすアホール？は？なんで伸ばすのかわからん。ちょっとお好み焼き、は、ちょっと食べ、ちょっと味見してみるね。わら、これクレープなんで。君本当にお好み焼き作ったことある？もっと生地入れて分厚くしろ。クレープなら納得。薄く伸ばすのはそばとか乗せる時じゃね。生地捨てることになるんだし焼こうよ。薄く伸ばす法的根拠の低さ、合理的な理由を教えてください。うん、ちまちゃん、これどれだけ捨てるの？うめえだろ。うん、うまい。そや味だけはいいだろ。それがお好み焼きだ。これはさすがにうまいわ。うん、もう腹いっぱいだろ。チュッチュ。さっき薄く伸ばしてひっくり返すの大変だったの忘れたのか？お前は歩いてないのに忘れるのか？もう忘れたかもしれん。90点いってまうかもな。どうしよう。これで家族で食った時生焼けとか言えるな。ふわふわしてるの？心配なの破壊戦だな。ちまきの奥さんの言って信じられなくなってる。鶏の方が頭いいから。豚だ。3秒経ったから忘れてます。既製品の粉使ってるんだからまずく作る方が無理やろ。既製品の粉じゃないよこれ。普通の小麦粉でやってるよ。デカ肉は？はい、なんで大阪に喧嘩売ってんの？え？大阪に住んでますけど。なんで嘘つくの？
よいしょ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 。緩い感じなの？中まで火が通ってるかとかコメントして、これから見せてみて。多分火が通ってる。美味しい。ふわふわ。山芋。また大阪や現実を見るんだ。あのサーバーラミック半分に切るとかしないの？学習しろや。前作った時のこんな感じじゃなかったか？これインスタに載せられる？何も変わってないかもしれない。なの？え？お好み焼きです。ニッタリズ、わら。どうしようかな。冷凍する、する、うん、冷凍したいんやけどな。粉足したのは正解だったの？多分正解やと思う。まだ食べてないから何とも言えんけど、なんか言い去らないかな。1枚目冷めない、温かいうちに食べろよ。明日のお弁当に入れます。2枚目と3枚目はどこに置くの？この程度なら2枚くらい食えるでしょ。やばいやばいやばい。別に焼かずに置いたからよかったのでは。よいしょ。せやな、こいつ食べよう。でこいつはここに乗せよう。この箱がそんなに大きく広げたらまたひっくり返すの大変なのにね。気持ちはバンバンだから半分食べたらあとは冷凍だよ。こっちは冷凍やな。こっち食べよう。最後の1枚を食べて、先にできたのは冷凍しましょう。あ、それがいいな。最後の1枚食べよう。釣りや。で、食べへん分は、ソースかけんとこ。な、それがいいわ。そういえばドコモが新料金を発表しましたけど、ちまきさん一言ください。え、ギャットかって感じやな。今、なんかその、ドコモとか使ってる人おんの？おるか。ごめん。おるよな。一番多いよな、どこも。は？食いかけ冷凍？おるが。ソースかけて冷凍したら味しみるよ。どこも批判きました。わら、焼いてる最中のお好み焼き触ったやつで食べるのやめて。わら、おるんだが。おるか。今食べたらお腹いっぱいになるだろ。食べるな。最後の食べよういいながら食べてる。お前あれだけオタック褒めたくせにオタックなしで食うのなんなの？いや、なんかそのままでもうまいよ。先生はどこ使ってるんですか？俺楽天モバイル。写真撮る前に食うなんて。ダブル。どうしようかな。ダブル。楽天モバイル、わらわら。なんでこんなにまずそうに作れるのか。楽天モバイル、うまそうやろ。いい白い粉使ってるもんな。ダブル。うまい、うまいよ。ちょっとプツプツし始めたんでひっくり返す感じかな。君火入れたらすぐできると思ってる説あるよね。楽天大阪でつながる？全然つながるよ。いけるかな。アハモに殺された楽天モバイルさんじゃないですか、わら。今度のお好みの隠し味は何ですか？ん？何やろうな、お好み。お好みの隠し味ってあるか？こんにゃくとか入れる人多いよね。先生の隣に立っておかしいことしたらすぐ手出したいです。なんて暴力的。ちょっとこれ失敗やわ。油敷いた？今度の返し期待してますよ。こんにゃく？まだ失敗するかもしれない。中に楽天モバイル繋がらなさそう。でかすぎんねん。ちょっと、あ、これはあかん。お好み焼きがでかすぎるからひっくり返しにくいねん。そういうことや。ネットからすべて撤退してほしい。これも失敗か。てか、片手はフライパンでやるもんだぜ。でかすぎんだろ。だから言ってんだろ、何回もコメントで。だら使いましょう。だから伸ばすなよ、だろが。今までの料理大体失敗してたよ。ダブル、お前がでっかくしてるんだが。だから伸ばすなとみんな言ってたやろ。お好み焼きにこんにゃくして攻撃、お好み焼きってイメージ？わらわら、ダブル、ギリセーフ、紙一重やったぞ。まあええやろ。紙一重やぞ。危なかった今。お好み焼きも焼きじゃねえんだよな。3秒以内だからセーフ。戻すなよ。わら。フライパンチャーハン好きに容量で返せばいい。あ、そうやな。お好み焼きの生地でお好み焼きしてるだろ。こうやな。でもいい焼き加減。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 焼クレープのなんで使ってんの？わざと。いや、これが一番焼きやすいし、ひっくり返しやすいんだよ。全館だけがこんなに薄いお好み焼き作るの、でかいタッパーないの。火加減いい加減なこと。でかいタッパーないな。
一枚も完食しなさそう。ビール開けようぜ。大阪のってもっと深くビール飲みたいな。ひっくりやすかったですか？ひっくり返しやすかった今。いや普通のフライパンの方がひっくり返しやすいだろうが何言ってんの。いやこうやったらそうよ、やりやすいよ。こうやったらね、こうやるにゃ。リスナーさんも満腹ですわ。どうなんでしょう。お好み焼き洗いましたか。この焼き洗ってません。一枚目冷えるぞ。一枚目もう冷凍するから大丈夫。お好み焼きをおかずに白飯3杯いけますよね。いけるね。換気扇回した。回せる。今日はお好み焼きで遊びたいんです。なんてこと言うんだよ。ふりかけを冷凍してるんだろ。大丈夫だよ。お好み焼きたいた。遊んでない時あるか。今日は母国のチヂミですか。いいですね。あ、お好み焼きった一つずつさ、あれか、料理は遊び、B 戦艦あれした方がいいよね。あのあれ先生、これはなんて料理ですか。ラップした方がいいよね。先生、1枚目食べながら焼くんじゃなくて追加で2枚目いっていいんですか。あれちょっとこれラップしよう。あ、ちゃ間違えた。え、じゃあここってね、こうやって、え、ちょ助けて。え、は、明日のお昼ですか。え、三角コーナーさん行き。おや、何やってんの、わらわら捨てるの、アホなんか、はいはい、き、え、ダブル力が欲しいか、で、これが本場の保存の仕方です。じゃあこういうのあるやん。ないです。これが大阪のやり方か、これが大阪風、え、そんな薄いの、それで冷凍するってことか、君本当に日本人なの。そうそう、冷凍ピザじゃん、子供よりラップの使い方下手くそだな、なんか使い古した座布団、食いかけを保存、頭悪すぎて引いてる、食べかけ保存するとかマジ。いや食べかけっていうか、食べかけじゃないよ、ここだけカッティングしてるから大丈夫。ここでカッティングしてるから問題ない。知能縛りやめて、の1。大阪ではこれが当たり前なんです。今日はひどいですよ。先生、ジップロックがおすすめですよ。あ、ジップロックか。そっちを冷凍するんだ。おにぎりみたいに丸めた方が冷凍庫入りやすいと思います。お好みボール。大阪の人怒りはなこれ。少し食べて残したものを食べかけじゃないとは。大阪風お好みってこんな感じなんですね。広島派になります。それ人の問題。人の問題や。ついてけへんかったらいいよな。うん、大丈夫じゃないかな。大阪のニモル、大阪代表なんですか。大阪代表ではないですよ。大阪人がこんなお好み焼き焼いたら戦争だよ。おじゃダブル銀だこ食いながら見てます。わら、先生はマヨネーズ入れるんですか。銀だこいいな。マヨネーズかける派ですね。ジャンボ平田の人は目がついたままなのね。そう、これでいいか。そう、石渡大王ですよね。お好み焼きを飲んで巻き焼きあるよね。大阪の全県移民統治者です。よし、オッケー。よし、焼けました。ね。でっか。銀だこ食べ放題楽しいですよ。銀だこ食べ放題なんかやってんの？お前、ジャンボ平田ちゃんと毎日写真あげろやん。じゃあ、3日に1回あげるわ。すいません。まだあと1枚焼けますよ。薄い。こんな薄いんですか？よし、これ食べよ。な、これを食べるわ。お肉の麺見せて。そういや平田どうなってんだろうな。これは食べることですよ。広告入ってたから見たが20人くらい並んでてやめたわ。わら、こっちは大阪。笑い、ホットケーキ焼いてんなよお前。タコ店の方がマシですよ。今日水あげた。ペット監視システムみたいな。水あげたよ。いつでも見れるようにして。え、ああなるほどね。まあ作れんことないけどさ。これな。あんまちょっといっぱいまでいかんとこは。ちょっとこれぐらいにしといて。またなんかひっくり返されんようになるから。だからなんで伸ばすんだよ。結局伸ばした。さらっと残りは食べない宣言した。3枚目、それでも学習せず、嫌だから1回の量が多いんだよ。あ、そうか。また伸ばしやがった。どうせ裏返した後に叩くから薄くなる。結局大きくした。ちょっと待って。話聞いてくれないから。火止まってるやん。聞いてる？はい。
これ油で揚げてそばに入れたらうまそうやな。料理するの何日目？銀だこと戦艦の大阪ぶりどっちが美味しいか勝負や。400日目ぐらいちゃうかな。前になったね。お前お好み焼き食ったことないの？先生おやすみなさい。僕は広島風の方が好きです。これそれだけ言い残して去るなよ。理由は何ですか？え？大きすぎると自分でいつもまた大きくしたい。いや、ちょっと魔が差した。お好み焼き食ったことあるのにこんなの作るの？魔が差したよな、完全に。よし。ととせ100日って君金星にでも住んでるの？OK。地まで行かないようにしようって言いましたが、ほぼ好きですよ。そう。よいしょ。よし、これちょっと焼きつつ。先生のお好み焼きと先生の懐どっちが大きいですか？やっぱ懐じゃないかな。やっぱり何でも受け入れるし。いや、変わらず。まあでも大丈夫でしょう。最後のはそこそこ熱いで。受け流してる。ほら、結構熱い。ならウジェットを引き取ってください。男も受け流すもんね。まあ、一日でかいのは態度だけだろう。お好み焼きを作るウーニャンコです。しばくぞ。やめてよ。はい。ちょっと拭こうかな。よいしょ。あとこれひっくり返したらいいかな、終わりかな。よし。いやー、意外と簡単やな、お好み焼きやな。ラップはこう手軽に作れるっていうのがいいよね。お、ホットケーキでした。じゃあお好み焼きな。冷えてからこれラップせえへんとちょっと腐るからさ。ここまで1時間、丸い卵焼き。簡単っていうほど成功してねえんだが、わら。ちょっとレシピ見とくわ。作れてなかった。大阪風にはがっかりしたので広島風買ってきます。お手伝いで1時間なんですね。3枚、先生の分とアレクサの分ともう1枚は三角コーナーさんの分ですか？いや、全部俺の分だ。なんか上手にできた途端クロート感出してきたのにイラッとします。出せた？あー、出ちゃってたか。なんか目玉焼きを乗せたいよね。そうそうそう。レシピ無視するんだから見ても意味ないです。同意。目玉焼き乗せたよな。てかし戦艦のおかげでやっと広島風正義ってわかりました。正義、あー牛すじ入りうまいよな。かわいそうに思います。焼きそば焼きそば。お肉の麺見せないのは割れて失敗したから。え、いやそうじゃないよ別に。最後のやつは見せてもいいかな。たこ焼きの定義が崩壊するやろ。ちょっこれもしかして戦艦さんも謝罪会見しないといけない感じ。なんで多目的。今はまだイカ焼き。これ半分切るか。料理の定義壊してるんだから問題ないやろ。半分切って保存しやすいようにするのがいいよね。切っとこ。ほん、これが西のお好み焼きか。そうやで。これが不適切な行為ですか。よし。ちょっと多目的トイレで料理配信する気。ちょっと雑いな。真面目にやってる。東のお好み焼きってなんだろう。東のお好み焼きってあるんかな。多目的料理配信をじゃ、わら。こんばんは。暑いかまだ。大丈夫かな。めちゃめちゃ暑い。
風がつくように配信。もんじゃはどこ料理だ。お好み焼きの元祖は東京だぞ。何やってんの。もんじゃ月島やろ。どう見ても保存しにくくなってますね。うわ来たな。ちょっと待って、ここでクルクルしてたら一生油つくやんこれ。やばい。この人何やってんの。コップで包むすらまともにできない。ちゃ、やらかすぎんねんて、これ。誰もわからない。めちゃめちゃやらかい。コップの使い方教えましょうか。教えて。空冷やしてからやるよな、あのものやん。お皿ごとラップで覆って皿ごとひっくり返せ。お皿ごとの柔らかさなんだ。柔らかい生地にしたのは他ならぬ戦艦です。焼いてるお好み焼きは大丈夫ですか。これは大丈夫だと思う。いや結構ね、粉入れたのにまだ。包んだやつはどこに配るんですか。配りません。ラップ引いて上に乗せればいいんじゃない。責任持って食べます。熱いうちに巻くと水分が腐る原因になりますけど大丈夫。穴開けとくからラップに。何してん俺。何してん。じゃねえから一戦だけど、西成におったらもらえるのそれ。びちょびちょお好み焼き。やっぱこいつ頭悪いな。ほんまそれな。わら。なんでラップに苦戦してるの。そのラップ生きてるのね。なんでねえ。なんダブルダブル。これがちなの。おまんこんきか。いや大丈夫かマジで。新しい遊びだな。配信中だけ知能落とすのやめて。ラップすれば真空になるんで大丈夫ですよ。崩壊したガキです。ちょっとこれ食べるわ。これが本場の保存です。この台本は良くないですよ。ちまちさん、さすがに恥ずかしい。人間、食った、わら。真面目にやって、やべえよなこれ。猿みたいだわ。人間には見えん。ここで一プレイでヒラメイカラップを披露しましょうか。演じでももうちょいラップ上手に使える。よし。オッケーオッケー。焼き加減バッチリしやん。いいね。あ、これは平均95になるぞ。いいね。ビビーコン増えた。返しだけはうまいね。食べるならソースとかかけてください。いやもうかけなくて美味しいもんこれ。3回目の正直ですかね。焼き色へのうん、バッチリや。いやうまそうに見えねえけど写真どうすんねん。ん、これ写真撮るわ。どこの有機質？青のりなしなのか。最後ここにバーってやってやるわ。食うわ。有機質の方がもっとまともなもん出てくるだろ。わら、3枚目のおかず食べられるの？え？返し味処分。え？結局巻くんかい。ヘラ使ったら？冷凍したお好み焼きってゲロまずじゃないですか。すまへん。お好み焼き冷えた方が好きやで。冷えたお好み焼きってね、美味しいんだよな。だからお弁当に入ってても嬉しいんだよな。使えないってガチでやばい。わら、は？いや、冷えたお好み焼きってうまない？そうは思わんかね。ピザと違って美味しいと思わないけど。ピザは冷えたらあかんやろ。お好み焼きがいいなんて言う人初めて見ました。え、嘘。うちの親父とかめっちゃ冷えたやつ好きやで。後から食べるアピールですか。お前さあしょうもねえ、役割すんなよ。温かい方がうまいに決まってんだろ。いやいや、冷えてるってま。冷えてもうまいっていう。薄すぎて笑う。冷えた方がうまいじゃないな。冷えてもうまい。お好み焼きそのまま食えや。ちまきさんそれはそれは硬すぎるやろ。お弁当にお好み焼き入ってるんですか。冷え、わら。じゃあ温かいうちに食えよ。そうだね。温かいのがそれうまいよ。それ冷えたやつに比べたらね。冷えてもそう、それはそう。でも親父は頭おかしいから冷えたやつを食べてた。いつも
笛ちょっと笑っちゃった。笑そうガリガリやないか。眠りましたよ。今後この話題で同意しなかったら覚悟してください。頭おかしいやつの息子もおかしいけどな。そのあたおかの息子なんだぞ。あのか。冷食のそのまま入れといてもええんか。それはでもさ、時間が経つことによって溶けるからええんじゃん。凍え。よし、ひっくり返そう。火は通った。時は来た。よし。王子さんに似てるね。お好み焼きって冷めたらマックのポテトぐらい台無しになると思う。もしまず、平田、ジュニア。ガリガリ君とかでお好み焼き味のアイスとか出たら戦艦食べそう。ガリガリ君、うまいよな。ガリガリ君のナポリタン。ソースはね、もっとあった方がいいんですけどね。もっと塗るか。でもソースな。まあでもソースな。もうちょっと塗るか。味濃い方がうめえからな。マヨネーズでも読んでるやつやって。まんべんなくお願いします。で、マヨネーズ。バターと蜂蜜かけないの？フライパンの上でソースかけるんですか？そうです。大阪風だとお皿に持ってからソースかけないんだね。今度のトッピングお願いします。ちょっと出ていった。ちゃんと外出ていったわ。センスなし、笑、迷ったない。うわ、ソースかけただけでそれっぽく見えるようになったね。さすがソースとマヨネーズ。トッピン、笑。ハケあるけどな。使うてへんだけや。じゃあ青さかけよう。いや青さだったらね、もうほんまいきなり変わるから。ハケにズブルマ用のハケ忘れてただけだろ。適当言うな。水流戦艦の殿下の宝刀練乳はなんでかけないの？フライパンの上でかける意味ある？いや見た目がいいやん。このまま食えるやん。カツオの木はあるんでしょうね。いいね。俺このまま食おうと思ってっから、あったかいうちに。お好み焼きあったかい方がうまい。フライパンの上でかけるかしてますよ。このまま食う？うまそうです。あれちょっと待って、カツオ節、あれ見た目は美味しそう。ソースとマヨネーズ正解ですね。あ、ちょっと待って、カツオ節。このまま食べ込んで食べます。ないわ。あれ？あ、あったあった。危なか、危うく韓国海苔振るとこやったわ。これね、3ヶ月前ぐらいかな。ソースとマヨネーズはファンデーションですね。まさか普通のカツオ節やな。お前韓国のに乗せた瞬間大阪風じゃなくなるぞ。すぐ祖国の味にしようとする。これ賞味期限大丈夫か。賞味期限2020年12月かっこ未開封って書いてるわ。賞味やから大丈夫。消費じゃない。実質期限切れ、余裕じゃん。完成です。ほら、切れてるやろこれ。開いてたの？お好み焼きです。ダブル。切れてんじゃん。わら、カツオ節蒸しは開いてましたよ。そのカツオ節って出してみようぜね。うまそうです。完成です。いつもいや。わあ。カツオ節が踊ってない。カツオ節はもう。正直うまいと認めざるを得ない。踊るのはやめた。紅生姜は断面見せて、良い感じだな。紅生姜いるか？本場の食べ方でお願いします。庭目がいいね。だら、そうだら。紅生姜はないな。あるわ。あるけど、いいや。紅生姜乗せるのはもうなんか、いいや。新月より美味しい。吉野家でもらったやつ、かけとっか。なんか最後に紅生姜ってなんかおかしいような気するな。手前の残飯。ダブル。お
阪って四角くお好み焼きヘラで取って食べるよね。牛丼の紅生姜、紅生姜を生地に混ぜるのはダメなんですか。いや俺あんま好きじゃないのね、生地に混ぜるの。紅生姜あるけどいいやって言ってかけるのやばくね。が、わら、普通は生地に入れるけどね。上辺に生姜入って完全にしけた。なんか生地に入れるもんじゃ、普通は中に生姜入れます。俺あんま生地に生姜入ってのあんま好きじゃないねんな。なんかまずそうになった。あ、うな、これ、うわら、豚さてつじゃあ、ゆきちゃん、ゆきちゃんね、変わった。うるせえ機関さんに逆らうのか。俺そんな怖い人じゃないで。写真撮るわ。あれ、紅生姜とかつお節ない方が美味しそうに見えましたよ。言わないで。お前が食ってきた店のお好み焼きのほとんどに生地に紅生姜は入ってるぞ。そうだ、だから俺あんま好きじゃないんだよな。完全に好きになった。好きです、好きです。そんなのより平田取れよ。なんで平田みたいな、逆に。全館焼き完成。フードコーディネーターはこうでねえと。ラップ好み焼きもシャメ取って。は？今度余計なことを言うと口を縫い合わすぞ。怖すぎやろ。壊してたな、早く終われ。ご飯は激寒ギャグやめろ。今なんか言った？母さんに送って。へ？フードクラッシャーでしょ。いただきまーす。いただきます。いただきます。お好み焼きも冷めて。いつも通りリスナーぶち切れさせてるな。これが本場のギャグです。よし。ビール。お箸で食べるか。ほんまヘラで食うのこれ。ヘラ。ここに来て箸。あ、ほろ酔いしかない。大阪風はふわふわ感が大切だから。ほろ酔いしかなかった。ほろ酔いかオールフリーしかなかった。はよくやいらつくな。え、今のウルトラマンの真似ですか？ジャイアンの真似ですか？ん？ちまきのモノマネ。ほろ酔いとかお前言うのか？ああ！お箸で食べるのは大阪人の心してたから。いただきます。あー、どんだけコメントで言われようがビールはうまい。よいしょ。よし。いただきます。いや、俺これミックスやったの初めてやな。箸で豚バラ切れないだろ。全然切れへんな。え、空いてる間に洗い物できなかったの？用意が悪すぎじゃない？紅生姜上にかかってるの初めて見たんだが、そら先生が作ったわけじゃないですからね、お酒は。フライパンから直接食べるんですか？じゃあ今度ビール作りましょうか。うまい。水ぞ。うん、うまい。うっす。うまい。ぐちゃぐちゃやな生地。うん。生地が柔らかすぎた。うまいわ。やっぱソースがかけることによって8倍ぐらいうまなってるわ、さっきの。うまい。うん。ソースでも食ってろ、雑魚が。イカもうまいわ。なんかあんまうまくなさそう。おめでとう。正直これはうまいな。ソースなーって言ってた人です。ソースの力って素晴らしい。ソースの力って偉大やな。度数低くしたらビール自作しても大丈夫だよ。かつ節が動いてるんですが、鼻息で動いてるの？これはね、換気扇だね。換気扇の風だな。粉と出汁の具合どうなの？うん、すごくいい。イカ大丈夫だったんだ、あの解凍具合で。うん、全然大丈夫。こうなんかちょっとゆるいけど、これはこれで美味しいよ。こういうのもありやな。まあ、弱いやつ。はい、弱い方にはいいんじゃないかな。うん。お前アホなのか？ダブルかつお節が動いてるのはお好み焼きから出てる水蒸気なんだけど、お前本当に大卒か？キャベツ増量しといてよかったな。そうやな、ね、増量しといてよかったな。そう。白米と食べるのがおすすめなんですか？
怖いね。でも大阪風ではないよねこれ。これ何の換気扇に座れるカツオ節。アミサキスさんが蝶の中で元気に泳いでますよ。これ何風なん。大阪外出自粛になりましたが吉村知事へメッセージお願いします。ゆるいって大阪の公約的な感じ。吉村知事、まあ辛い状況かと思いますけど、ね、こあの市民の皆さんもね頑張ってますんで、頑張って協力しますんでね、府知事はね、あのそのまま頑張っていただければ。ちょっと待って、俺誰？イソジン買い占めました。松井市長みたいな俺コメントになってるよ。お前が言うな。どこ市民なん？お前みたいなアホがいるからやべえやつが上にいるんやろな。松井引退に引退するの？松井さんまだやろ。手作りビールキットだと22リットル作れるみたい。先輩は吉村知事に対して真白ちゃんや老後 B と濃厚接触できなくて辛いとコメントしました。してないでしょ。大阪風で分厚く湾曲しすぎる。してる印象ありましたが、今度から広島風食べようと思いました。大阪ではイソジンでコロナ対策してるから。まあイソジンは有効性ほぼないからね。湾曲ね。湾曲です。湾曲って言いたかった。とか要請するつもりですか？つまりその大阪風にもイソジンが入ってるの？いや気持ち悪いな。うん、美味しい。お酒の醸造免許取ってビール作ろうよ。イソジン入りのご飯食べましょう。大阪人はイソジンかけご飯食べてるから世界一枚でお腹いっぱいになるの。ビール風飲料パンパンあらパンパン美味しいよ。大阪人やば、笑。大阪人気も、笑。ちまきの顔面湾曲報道。結構ふわふわしてるで、あの配信ではちょっと見づらいかもしれないけど。わら、女にも負けそうだな。多分小4の女子に俺多分喧嘩負けると思うで、このガリガリは。あ、うん。一枚目と比べたらどれくらい違う？全然違う、1.5 倍ぐらい厚いで。通報しました、このロリコン野郎。なんで？バキューム力はダイソン並みです。ズボボボ、京都のネギ焼き食べたくなった。ああ、ネギ焼きとかいうやつおるよな。なんでするの？ネギ焼き。ネギ焼きってあれ、キャベツの代わりにネギ使ってんかな。なんか一回だけ食べたことあるけど。なんかネギ焼きってなんかな。言い方してますけど日本人ご飯は食べないが裏で女を食いまくってるです。トンヒラ焼き、トンペ焼きじゃない、ネギ焼きっていうのあんねん、なんか大阪でネギ焼き、ネギ焼き食うんやったらお好み焼き食うよな。ネギ焼きって九条ネギ使うやつじゃねえの。そうそう、九条ネギ使うやつ。あれどこ発祥なんやろ、京都かな、京都発祥なんかな、ネギ焼きって。駅前でキャベツ焼きみたいなの大阪ってあるよね。ああ、あるある。どうするんですか、酒が進めば何でもいい、うん、まあな、京都だと思ってた。オフ会すんのか。焼きはナンバーあたりにあったな。あった。あのね、あの実家の近所のスーパーとかでも売ってた。うん。ああもう。チヂミはさ結構有名やん。チヂミは。チヂミはなんかちゃんとアイデンティティやるやん、なんか酢醤油で食べるみたいなさ。ネギ焼きってもう完全にお好み焼きやもんな。韓国風お好み焼きまだ、戦艦のくせにお前おしゃれな T シャツ着てないか。100円お好み焼きにはお世話になったな。チヂミって韓国じゃない。100円の味思い出した。ネギ焼き美味しいじゃん。チヂミは戦艦焼き美味しいんやけどな。今度数日かけてキムチ作ろう。キムチ前作ったけど、あれでも即席キムチやったからな、全然美味しくなかったもんな。辛いだけやったから。そう
モダン焼きはありなし。また白菜に大根挟むキムチ作るか。キムチな、そう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 。前回のキムチ配信は結構すごかったからな。韓国風チャーハンは？韓国風チャーハン？韓国風チャーハンってビビンバじゃないの？ちょっと待って、もう腹が腹が12分目や。ルーローハン作るか。ルーローハンうまいよな。チャーハンにキムチ乗っけたら韓国風なんじゃね。わら、さすがにお好み焼きにキムチは入れないやろ。たこ焼きみたいにお好み焼きの中にお好み焼き入れなかったですね。そうやな、物理的に無理やからな。貼った画像だと値段これ安いと思う。あー、どこもはやめといた方がいいよ。その T シャツ何？あの、あれがいいと思う。楽天モバイルがいいと思う。この T シャツはあのユニクロで転換は楽天一本だから490円で買った。おいしい。490円の T シャツ着てる。楽天使うといじめられるよ。ドコモはやめた方がいいよ。保存料いっぱい入ってるよ。負け犬ですって書いてる。なんか記事がぐちゃぐちゃで美味しそうじゃないですね。楽天どこがいいか教えてなどと楽天モバイルユーザーが答えており、わかりました、ドコモにします。三木谷社長、そうそう、お腹いっぱい。楽天モバイルのクムール星から消えてほしい。お前は三木谷の客か、うん、ダブル。楽天対応地域が狭いから使えんわ。あのヒルナンデスでも紹介された韓国風チャーハン、今度お願いしますね。え、そうなんの。配信も楽天で、楽天モバイル。そうや、これも楽天モバイルの回線を使って配信してます。楽天って本体も買わなあかんのやっけ。うん、SIM だけでいけるよ。時代なのよね。そう、大阪東京に住んでる人やったら楽天モバイルの方がいいと思う。使い放題やし、1年間無料や、うん。大阪東京に住んでない人はやめといた方がいいね。言うて楽天モバイルって合うの余ってる基地局使ってるんでしょ。楽天光でも1メートル切るゴミ。今度プデチゲ作って。あ、プデチゲね。うん。ちょっと観光料理作りたいねんな。1年。1年無料ってすごない ?1 年無料で使って、そんな1年後解約してもいいんやで。すごすぎやろ。韓国料理ですか？韓国料理じゃない。韓国料理。ちょっと待って、これだけは食べる。プデチゲ。で1年ストレスを感じながら生活しなきゃいけないんだ。主に、でもまだ店員行かないのはなんでやろな、わら。なんでやろな。これだけは食べるぞ。まだユーザー少ないだろし、楽天光はちょっと早そう、うん、楽天は都市以外は繋がらないよ。俺三重県のめちゃめちゃ田舎行ったけど、あのね、電波繋がれへんかったで。結構そこアンテナないもん。じいちゃんの 家とか繋がれへんかったで。でもドコモとかソフトバンクは繋がってた。精霊都市まで田舎になると楽天は繋がらない。うん、そう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 。あうわ、まだ残ってます。ええー、もう。つまり楽天はダメってことじゃない？繋がっちゃう？いや、電波とか速さを気にするんやったら楽天モバイルやめといた方がいいね。安さを求めるんやったら楽天モバイルいいと思う。うん。だって月々だって。1900円ぐらいやからね。ドコモなら大抵早いし繋がる、うん、でも使い放題じゃないでしょ。楽天って1日10ギガまで無料なんですよ。前ネオでいいじゃん。1日10ギガってすごいよ。使い切られへんもん。配信80回せない多分無理や。そんな外で通信しねえよ。いや、プリコネとかやってたらめっちゃ食うやん。ダウンロードで。楽天は実質月300ギガバイト。そうそうそう。使い切らないなら意味ないし。お前プリコネやってねえって言ってただろ。プリコネ、わら。プリコネ。プリコネ。うん、なんか動画だけ見てる。プリコネとかやんねえし、わら。プレイ動画だけやってる。自分でやるのはもう諦めた。プリコネ限定ガチャ回したん。
食えた。ごちそうさまです。そそそダブルソシャゲで動画でー、わら、採点しましょ、まだ残ってるぞ。ちょっともう、勘弁して。じゃラップ開けますか。勘弁して。今日は過去最高あるな。勘弁して。もう腹が捨てるな、振り込めやるならパソコンだわ。あんな容量でかいのスマホに入れたままにできんわ。開封の儀を行う。勘弁してとか自分が作った料理に対して言うことじゃないよね。いやあらよ、たくさん食べな。これ明日もやな。おかわりもあるぞ。楽天ユーザーは100、ドコモ側ならあれ、うん、そうそう、さっきのまな板洗いなさい。おかわりもあるぞ。はい。なんか最近自分の配信見返すことあるんですけど、まな板洗わずしまった。なんかね、1個食べたのでプラス10です。自分何言ってるか分からへん時あんねんな。なんか昨日とかは自分の配信見直したんですけど、何喋ってんのこいつっていう感じやろ。お好み焼きでマイナス10になるか。平均高いな。最近じゃなくていつもですよ。みんなよく 見れてるな。しまったまな板洗えって、わかる。今さら気づいた。あれ、うん、なんか滑舌も悪いしな。自分でわからんのにリスナーがわかるわけないよな。いや、めっちゃお腹いっぱいや。こんな食ったの久しぶりや。パンパンや。決めてんやろなっていつも思ってるよ。わけのわからないこと言っても許すよ。ありがとう。詳しい結果、おー、33点平均高いじゃん。すぐ食って寝るかな、いつもは。おおー、いい方です。絶対マイナス10入れたやろ。笑けてるね。よし、ちょっとコメント返し。ちょっとちょっと待って、マイナス10が。ひっくり返すのに成功したから90点で、全点数の量が入ってるね。色解除しろ。この平気は美味しそうやったで。ありがとう。次の配信ぐらいには解除しとくわ。教えてください。この世に生きとし生けるものの全ての命に限りがあるならば、海は死にますか、山は死にますか、春は死にますか、秋は死にますか、愛は死にますか、心は死にますか、私の大切な故郷もみんな行ってしまいますか。どういうことこれ、もうやめて。なん、どういう、何、メッセージ性がすごいわ。怖い。ジャスラックが来そう。意味深。歌ってる。病んでる人がいる。なんやこれ、わら。なんかの歌詞かこれ。森山直太郎か。そうっすね。最高でした。さすがちまきさんですね。大爆笑です。もう一度、もう一回聞きたいな。ちょっとやめて、そうっすね。ちょっとね。なんかギャグおじさんみたいになってるから。今回は100点満点の出来でしたね。まあでも俺的には75点ぐらいですけどね。ポエムリスとしてマークしておこう。ポエムリス、ポエリス、メニューがいいよね。返しもうまいし、トッピングも美味しそうだったし、取った分、全部食べたので、ね、100億点ボタンを押したいです。怖いって。なんか100億円ボタンみたいなやめてよ。100億年ボタンみたいなやつ。結構いそう。本人よりも高評価に採点してる人相当頭いっちゃってない。10億です。言い過ぎ。あ、10億だった。お前10億やった。失礼しました。量は相変わらず何考えてるのかわからない。知識を感じられないレベルでしたけど、珍しく美味しそうに見えました。今年最後にいいものできましたね。最後なんこれ。良いお年を、なん。え、でもね、良いお年をはね、おせち配信にしようと思ってる。12月30日にやろうかな。ん？ジャンボ平田のことが気になって夜も寝ません。知能でした。じゃ、目が悪いんだよ、俺。
ジャンボ平田ちょっとまだ写真撮りますわ。次はネギ焼き。あんだけディスっといて俺。これが大阪のお好み屋ですか、夫婦。何笑てんねん。美味しそうで点数入れる。何笑や。家庭で入れろ。感触偉い。おせち怖いな。ラップの使い方覚えような。今の学校山芋が溢れ出す台本がとても良かったのでプラス10点です。ありがとう。今年は明けましてないおせちかよ。明けましてないおせち、そう。焼き方見て分かりました。先生は。クリスマスケーキがあるよ。ああ、そうか、クリスマスもあんのか。クリスマス来んなよ。先生は大阪の人間じゃありませんね。いや、大阪ですけど。手前のゴミとマイス中。量。やっぱり広島風だな。広島の価値。今来たんだけど。広島風も美味しいけどね。それでよく大阪風語りましたね。豚バラを、長小、長、グロ、長、長老、グロ、するのはやめてください。ちょ、呼べん。どうした？長老グロ、わら、ダブル。どうした？おかわりもあるぞ。クリスマス禁止令出たぜ。次回は広島への写真ですか。長老、先生の長老か。誤解されてるじゃないですか。やめてくださいよ。ああ、ごめん。うめえ、うめえよな。そのソースかかってりゃさ、口に物入れてながら喋ってて汚かった。ごめん。気をつけるわ。そういうとこやんな。そう、そういうとこや、ほんと。いや、まずそっから直そう。マナーだよ。楽天じゃないし、お腹いっぱいというわけで。そういうところやぞ。残すところはダメですよ。どこももうお好み焼きも捨てないでください。まあ、どこもはな。ちょっと今まで高かったからな。顔面失敗のちまちゃまに質問です。4年間料理やってきて一番の失敗を教えてください。はっきり言います。千葉木先生はこの世に生を受けたことが失敗です。おいやめろ。なんてこと言うんだよ。何回も治すって言いながら治ってないから一生治らんやろな。ちょ、強制器具つけるわ、もう。なんか、何か、何かしら。電流流れるやつ。トピック入れとくわ。4年間やってきて失敗したやつなんだろう。やっぱシュークリームかな。最後に平田の成長見して。シュークリームが完全に椎茸やったからな。明日は何作るの？今日は返しだけ失敗しなかったね。そうやね。あれで成功しててよかった。ピップエレキ版みたいなやつ？ピップエレキ版。そうそうそう、ピップエレキ版みたいなやつ。はい。じゃあ今日はこんな感じで。椎茸でしたね。終わりたいと思います。おい、平田。お疲れ様です。平田はちょっと写真アップするわ。ツイッターに。それ見て。はい。椎茸。じゃあ実は今日、あのラップお好み焼き、ジャンボ平田に、水あげようと思って、イロハスの水ビャってかけたらびっちゃびちゃになって思って、生きてるかな。まあ大丈夫か。はい。じゃあ今日はこんな感じで。失敗っぷりなら動く大福の回も良かったよね、平田。終わります。お疲れ様でした。早速。早速ね。虐待。平田的死。かわいそう。おつ。おつ。お湯。お湯でございます。もゆ、お湯、おちゅ。殺したら許さんからな。はい、お疲れ。